はい、皆さんこんにちは。今日は2020年3月28日土曜日です。時間はね1時50分ぐらいかな。現在ね大室山のリフト乗り場の近くですね。今日はねこれから天気がいいんで伊豆スカイラインでも行ってみましょうかね。今日のお供はね WR250X モタードになります。現在桜の里のね横を走ってます。花が綺麗に咲いてますね。すごいですね。人でも多いですね今日はね。すごいたくさんね、桜植えてありますから、まあ、中は車は入れなくてね、遊歩道だけになってますからね。素晴らしいとこですよ。まあ、非常にね暖かい、もう小春日和っていうよりも春ですよね。春の日差し、春の暖かさの一日ですね。この伊豆スカイラインの天城高原へね向かう道はまあだいたい渋滞してたことはないですね。いつも空いてますよ。今日はね天気はいいんですけど、多分伊豆スカイライン走っても富士山が見えることはないと思いますね。雲の中に隠れてましたから。まあこういう暖かい日はね湿った空気が富士山の方へ流れ込むとそこで雲ができちゃいますからね。まあ雲に隠れた状態で今日は見えないんじゃないかと思います。こんな感じのねくねった道になりますね。もう少しで伊豆スカイラインなんですけどね、スカイラインの料金所近くにはね、まあ、大体こんな感じのくねくねした道になってます。はい、ここが天城高原のねインターチェンジですね。ここから伊豆スカイラインへね乗っていきたいと思います。どうも。はい、伊豆スカイラインにね入りました。まあ、入ってすぐこの雄大な景色ね、相模湾も見えてたり、こちらあの富士山の方がですね見えてたりね、随分広々とした眺めになりますね。もう伊豆スカイラインに生えてる桜もねすっかり花が咲いてますから、まあコロナウイルスがなければねいい観光シーズンなんですけど、まあ山に遊びに来る分にはねそれ自体ではあまりコロナウイルスに感染することもないんでしょうけれども、その他のね移動とかなんかがありますからね、なかなか難しいんでしょうけど、アスファルトがものすごい綺麗に直されてますね。非常に良好な路面になってます。確かこの前走ったのはお正月かなんかにやっぱり WR で伊豆スカイラインを走ってね動画アップしたんですけど、それ以来ですからもうじき3ヶ月ぐらいになるんですけどね、ずいぶん暖かくなってもう春ですよね。まあ、山はねまだあんまり新芽が出てないですけどね、まあ、木の種類によってはちらほら出てる感じで、桜はねこんな感じで咲いてますからもう春ですよね。眺めがいい、非常に眺めがいいですね。もう全体的にねこう桜が咲いてますからね、もう春ですね。もうさっきから春ですねしか言ってないですけど、もうそういう言葉しか出てこないぐらい本当にねいい季節になってますよね。すごいですね、このソメイヨシノもいっぱい植えられていますしね、すごいです、綺麗ですね、すごいですね。もう春ですよ。今までね何回も撮ってるけど桜の季節に花の季節に撮ったことがなかったんですね。もうこんなに咲いてると思わなかったですね。素晴らしいですね、綺麗ですよ、本当に綺麗だ。ソメイヨシノっていうよりもね山の桜ですよね。花びらが白いやつが多いです。この辺りみんなね花びらが真っ白のやつですね。この奥のピンク色のやつがこれがソメイヨシノかと思いますけどね、なかなかこんだけ桜満開の中をね伊豆スカイラインで走れるっていうのは今日たまたま思いついて走りに来ましたけど、いい時に来ましたね。おい、冷川料金所ですね、通過します。これはねもう伊豆が暖かいとはいえね今日はすごい暖かいんでね、これはもう3月の気温じゃないですね。もう20度は軽く超えてると思います。全然寒さが全く感じられないですからね。
相変わらずね、この伊豆スカイラインを走ると若い頃走ってた頃を思い出すんでね、ライン取りとかなんかのことを常にね気にしながらどうしても走っちゃうんですよね。普段はねもう割とそんなにアウトインアウトとかねすごく気にして走ってるかっていうとそうでもないんですけど、伊豆スカイラインの場合はねやっぱりライン取りっていうものをね常に考えて走るようになりますね。もうこの桜が咲いてるねこのドライブインみたいなところですけど、桜が咲いててその奥にねこの茅葺きの建物をね2つもうすごいですよね。もう日本昔話な感じ、綺麗ですね。もうね日差しが違いますよね。もう冬の日差しではない、非常にね暖かな明るい日差し。まあ、話は変わるんですけどね、このフォックスブーツね、このフォックスブーツこれもうだいぶ足に馴染んできてね柔らかくなってきました。ギアチェンジもね慣れたのもあるんですけど、 WR の場合は全然問題ないです。ジェベルがねもうちょっとねチェンジペダルを上に上げれればいいんですけどね、ジェベルは今以上に上げるとクランクケースに当たっちゃってねもうこれ以上上げれないんですよね。だからちょっとジェベルの方がボックスブーツ履いてるとチェンジがしづらい感じがしますね。非常にねもう路面もいいし天気もいいしね、風もほとんど吹いてない、伊豆スカイレーン走るのにねもう非常に気持ちのいい今日は天気ですね。最高ですよ。もうね気温が高いとねやっぱりタイヤのねグリップ力が違う感じがしますね。ミシュランのこの差もないタイヤですけどねちゃんと食いついてくれますからね、やっぱ気温が高いっていうのはタイヤのグリップ的にもねありがたい。ここはね冷え川インターチェンジから亀石の間にあるね伊豆スカイラインカントリークラブとかっていうゴルフ場に入れるところなんですけどね、ここを行くとスイートカフェの方に降りていけるんですけどね、ここの道の途中から行くとこの前の地獄のガレガレ道にね繋がってるんですよね。この辺から行くと繋がってる感じになりますよね。伊豆スカイラインはねだいたいここへ来て山のね尾根部分を走るようになってきますから、右側にね相模湾が見えたり左に伊豆の平野部が見えたり駿河湾が見えたりね、眺めがどんどん良くなります。左今ね駿河湾見えてますけどね、もうねこのコーナーを楽しみながらね景色を楽しむってなかなか難しい話ですけど、まあ両方楽しめちゃうのが伊豆スカイラインですよね。まあこちらの場合は有料道路で自動車専用道路になってますから原付は走れませんけどね、西伊豆スカイラインより平均アベレージが10キロ以上は速いと思いますよ。もう全然あのコーナーがね緩やかだしストレートも長いですよね。で路面はね絶対こっちの方が全然いいですよ。もう WR の場合はね燃料タンクが7リットルぐらいしか入らないんでね、だいたいこう1回乗れば次乗るときにもう1回ガソリン入れるようなね形になっちゃうんですけどね。しかしね桜はそういう風に見るとたくさん植えてありますよね。自然に生えてるわけじゃないと思うんですけどね、これがねよく伊豆高原に行くときに通過する亀石峠のインターチェンジのところですね。さっきあの動画を撮影したのをねちょっと再生してみたんですけどね、このソニーのステレオマイク割と風切り音をね拾ってなくてクリアに音声入ってましたね。で今までのバッファローとちょっと声が違う感じに取れますね。どっちかっていうと今までねエンジンかけないでバイクに乗ってない時に喋ってる時の声に近い感じの声になったと思うんですけどね、もう少しで、ね、韮山インターチェンジになるんじゃないかと思うんですけどね、韮山インターチェンジまで行けばそのすぐ先からね富士山がよく見えるところになりますから、見えるんでしょうかね、どうでしょうかね。右側がね相模湾、あれ見えてるのはね初島ですね。初島は綺麗に見えますね。すごい眺めだな。ここはね韮山のインターチェンジですね。ここを過ぎるとね雲に隠れてなければ富士山が見えるところになってきますけどね、どうでしょう、多分ダメだな。残念、見えない。
もうすごい一面雲ですね。富士山のあるところもう雲だらけ。湿度が高いからしょうがないんですね。これからね、暖かくなってくると富士山大体こんな感じでね、見えない日がすごく多くなるんで、まあ、暖かくなると山田所長のね動画にも富士山なかなか出演してくれなくなるんですけどね。もうこの正面ね富士山になりますからね。この左の方がね内浦とかで、あそこがこう千本浜ですね。こう弓形になってる浜ね、駿河湾が今見えてますよ。富士山はねこのぐらいにあるのかな。だけどもあの雲じゃ無理ですね。足高山も見えてないですもんね。全部はね下の方しか見えてないんで多分無理でしょう。今いるのはね現在地二良山峠ちょっと過ぎたとこですね。もう熱海までそんなに距離もなくね行けるかと思うんですけどね。じゃあ行ってみましょう。もう本当はねここにねズバーンとね見えるんですよね富士山が。だけどもうあんだけ雲があったら無理でしょう。いかにしてもね、今ね正面に見えてるのが今度相模湾ですね。こっからですとね房総半島とか見えますね。左の突き出てるのがあれ真鶴の岬じゃないかなと思ってますけどね。急にね風が強くなりましたね。まあ尾根を走ってるからしょうがないんですけどね。でこの電波塔とねこの看板滝地山、もうねスカイライン走ってなんかツーリングしてる方いらしたらねぜひ寄って、何もないですけどね眺めは最高なんで寄って見てってくださいね。これがね前にも写真撮った滝地山ですね。もうちょっと電波塔があったりして高いところになってるんでね眺めはいいんです。駿河湾とね相模湾が同時に見えるようなとこですよ。もうこの方向にあるんですけどね富士山ね。今日は無理でしょうこれは。一つも見えてない。朝はねちらっと見えてましたけどね。あちらが駿河湾、あの手前のとこの水がね内浦のあたりの湾ですね。まあせっかくここへ来て見たんですけどなかなか、まあ晴れて走れただけ幸せですけどちょっとね残念な感じになっちゃいましたけどね。この静岡へようこその看板のねこれがうちの近所の大室山で、これよく出てくるはずしますね。そしたらこの階段をね登ってみてくださいよ。この階段を登っていただくとねこっちに相模湾が見えてて、千葉の房総半島も見えててね、でこちら側に駿河湾が見えるという感じになってます。本当はこんくらいに富士山も見えるんですよ。素晴らしい眺めなんですけどね、今日は残念ながら富士山は見えませんといったところで、こちらの熱海の沖合に浮かぶ初島をね皆さんにお届けしながらこの動画をね締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。